外受けでカバーしながら入っていく。大きさだけ。そう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 。少林寺拳法にパンチするのは危ない。井上先生も指導員も一般の剣士もみんなできちゃう。今日は DVD 少林寺拳法ワールドから井上博夢先生の特別講習をご紹介。あなたにもきっとできる。上段ついて、これ上段ついてきてパッてやったりとかするわけね。これをこういう打っていく。こうやって受けたら打つ、ね、ここ打つ。で上白で取ってこれ今身長高い人から、そしたら私はこう来た時にパッパッて持ってくる。これでも身長高い人だから低い方が有利だ、ね、今これだと逆転に入れるやろ。だからこれがこう来てこう取れるいうことは、打った瞬間にこう返す。ごめんね、こうで逆転ピンで取られる。面白いよ、ロシアの人間も。ということで、要はこう構えている手をいちいち上でやるというのは良くないんですよ。基本はこうや下につくん、そしたら上白で取る、ね、あるいは後ろに来て逆転ピン。これ少林寺拳法いいですか。外巻き天秤、胸で取る、あるいは腹で取る、腕刀で取る、外腕刀、内腕刀で取るな、天秤を取っていく。ということは何を教えてくれてるか言ったら、どこでも取れということを教えてくれてる。どこでも取れるようになりなさいよということを教えてくれてる。だったら上白部だろうかね、あのまあ黒ガールズにも出てる志村先生だったら足で取ってる。ここで取ったり、それは太ももで取ったりもするわけだから、状況に応じては。いいですか。ということで今のをちょっとやってみる。はい、50言って早く。はい。じゃあ全然できない。あ、ちょっとこう。これ天秤取るのこのまま。はい、そうそうそうそのままそのまま。あ、そう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 。お願いします。はい、け。お前は。いきます。いや基本で言うと、もう俺より馬やったりかんから。うまいうまいうまいな、すごい。おお、そうそう。非常にうまいな。こうやって組み合わせていく。で、絶対こうやってうまく使っていくいうことや。これはすごく大事な。な、理論が分かれば、しっかりとそれをいかにこう広げていくかということが非常に大事やから、そういうことをやってもらうということで。いいですか。はい。じゃあお願いします。いわゆる上げかけ、こうやってくる。こうでそれをこう来たら倒していく。いいですか。でこれはこっちの手はこっから小上受けをするような感じ、こう上げる。で実際上げかぎ突きとかいうのは胸から来るから、こうこっから来る。こうだから今私は何もやってないけど、これ反り道の、こう反り道しなきゃいけない。ボクシングで言えばスウェーをしなきゃいけない。だからその時に手は上から上げる、こう下ろす。ほんなら挟むことはできる。相手は上げてくれるわけやから。ほんなら私は押さえながら はめる。そしたら今度は押さえ勘抜き投げみたいな感じでこうやって持ってくる。それで受けてパッとやったらこう天秤が曲がってても天秤ができる。反り身をしたらこうやって、ね、だから手を入れる中へこう入れる練習なんです。こう入れる練習。ほんで、もう一つはこれはこう来たのをこう入れる。ほんでこうで、これがいつも言っているように、自分が言っている竜の手って言って絡ます。受けてこう絡ます。だからこうやる必要全然ない。手がついてきたのをこう絡ます。だからこういう風な動きをする。ほんで絡んでいく。ほんでこう、ほんで絡んでいく。みんなできる。いいか。こう上がってくるんだからもらう。それ跳ね返したりする。素直にもらうだけ。こう素直にもらうだけ。こう掴まれる。こういくから。こういくから。で、これをこうすら。で、天秤。押さえ込んで。やっていく。ゆっくりちょっとやってみよう。はいはい。こういくから。こういく。手がこういく。こういく。それまで。
そうやろ。ほんで、ごめん。ほんで、自分の軌道がこういくから、この軌道をもらいに。これだって、これはこう受ける。普通は、普通は俺はこう、あの要はアップにこうやって受けたりとか、するからこう受けたりとか、こう受けたりとか、それをこう受ける。手は、いきます。やってる。実際だったら、こうやって順突き来て、打ち上げしながら、こうやって。ね、これはこっちで打ち上げをしながらこう開きながらこう同じよ。絶対連打で来るからそういうの練習もする。だからその目が慣れんがいかんからまっすぐだけじゃないからそういうことでしょ。横の鍵突き、この近いわけよ。 この前だったらね、外受けでカバーしながら入ってくる。これ一つ、ね、今度は 回りながらこう、そうここを来るからね。これは当然わかるよ。これ同じや。な、こう来るんだからこことな、そうやろ。ね、もう一つは外受けしながらこう押さえる。この落とす。でこれでもし抵抗あったら当てみるパンって。この落とす。だから受けて、ね、こう来た時。オッケー。はい。いうことで最後ちょっとフレームやってみて。はい、よし、はい、じゃあ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 、うまい、うまい、うまい、そうそう、ちゃんとカバーしな。はい、うん、うまい、うまい、うまい、そう、肘打ちをちゃんとやる。そう、はい、仕上げの、そうそう、そうそう、お願いします。はい、ちゃんとカバーして。はい、そう、うまいね。じゃあもう一回、もう一回やってみよう。そう、はい、はい、いわゆるこういう外受けや掛け手の半月とか、そして肘打ちだとか、こういう基本ができてたらもうすぐできる。これが大事なの。そういうことをしっかりやっていくことで、いいですか。技術そのもので、あのこの間も、いろんな研修行った時に、あの自分には引っかかりが出てくる。今日もあるわけよ。なった時にパッてちょっと引っかかりが出てきた。その意識に上った引っかかりがあった時には絶対それ考える、ね、自分で解決する。で先生にも聞いたり、もう自分のほら例えば新井先生とかにも、あのこういう時はどうされますかとか聞いたりとかすると、もうしつこいからね、電話までかけるからね。大体ほらわざってんの分かるから、先生すいません今日もちょっと行ってとか言いながら聞いたりとか。というのは大事なことは自分の引っかかりを解決しておくこと。ほんならね、その解決してなかったら次同じような引っかかり絶対来るから、解決してたらそれをなんていうかちゃんとあの対応できる。だから引っかかりを大事にするいうこと。だからうちはほらあの子供たちにも却下症候やって言って、あの靴を揃えなさいって言うけども、結局我々が却下症候っていう教えっていうのは何かって言ったら、結局自分を見つめろっていうことだと思うね。でその見つめることを一生懸命教えてくれてるのが、自分はこの法華、この技術の修練だと思う。自分自身を見つめ直すいう。だってかからなかったら仕方ないんだもん。だってあとは何ていうか、自分が素直になるしかないだろ。ないやん、やっぱりね。いろんなこと自分が素直になって自分を見つめて何ができないんだろうと。で自分はもう一つは、例えば今こうやって普通にやって何にもまあ引っかかりがなくやったとした場合に、その、まあ、今日の夜、その夜とか朝とかに何か出てくるんや、頭の中にポッと。それは意識には上ってないけども、自分の体の中の無意識が引っかかってる、ね、そうするとなんか出てくるよね。なんかふいって出てくる。そうしたら、あ、そういえばそれ、これを絶対解決せないかんなっていうこと。だから少林寺拳法の、あのいいところいうのは、返すは組手次第をしろって言ってるわけね。組手次第いうのは相手側に立ってものを考えろいうことを教えてくれてると思う。そのためには自分自身が素直になるっていうのは引っかかりがないとダメない。これ引っかかりがないと相手がほらいくら注意しても聞かないやろ。引っかかりがあるから相手の話も聞くし、相手が何か言ってきても、あ、そうそう、僕はそういうような引っかかりがあるんだっていうことで素直に聞けるから、そうすると上達するいうこと。開祖曹洞宗の時代から現在の一般の剣士まで、確かに受け継がれる思想と技術を総まとめ、黒帯ワールドが送る少林寺拳法 DVD シリーズ第3弾、少林寺拳法ワールド。井上博夢の特別講習。もろ手、もろ手、みんな、そうそうそう、そう、必ずみんな平
同時に動く。演武の本質と修練法。決められたこと以外のことを無意識に技が出てしまったっていうのが実は大事なところだ。戦術蘇生とは何か。行くぞって言った時にそこにもう的がいない、うん、気づいたら手がここにある。その先生にはね、技かけるのね、楷書しかいないんですよ。直弟子たちが語る楷書の姿。こっから取るからかからんのや、ね、こうかけよっていう。こんな板のなんでこんなバシッと投げるんで、ちょっと俺手加減してくださいよって言ったら、バカもん、実際にやるとかコンクリの上やろ、まあ、板の上だからマシは重い、そんなんやったんですよ。全てがつながる少林寺拳法ワールド。 DVD2 枚組全4時間絶賛予約受付中。少林寺拳法シリーズ1作目2作目もぜひお買い求めください。最後にお知らせです。2023年10月7日8日東京日本武道館で少林寺拳法世界大会が開催されます。全世界から集まる剣士たちのリアルな少林寺拳法ワールドを見に行こう。